いつでも VV はなちゃんです。今日はですね、お菓子パレットの進化版を作ろうと思いまーす。イエーイ。よいしょ、こちらでございます。フライングタイガーさんに売っているキャンディーコンテナを買ってきたんですけれども、なんかお菓子を入れるケースはね、ちゃんともうついてるんですよ。看板とか横のこういうしましまのやつ、これが取れるんで、ちょっとポケモン風にアレンジして、ポケモンの可愛いお店みたいなね風にしていきたいと思います。それではまずお絵かきからやっていきましょう。画用紙を用意してきました。さっきのね紙をこういう風に合わせて型を取ってから中に絵を描いていきたいと思いますね。この横の紙を、これが縦長なんで画用紙も縦にして型を取ります。はい、では型が取れたので、この中に下書きを書いていきます。まずは看板のここに来る紙を書いていきます。でね、今回書くポケモンなんだけど、ちょっと前にポケモンセンターのグッズでスイートトリート、確かそんな名前だったんだけど、スイートトリートっていうグッズがね出てて、お菓子を作っている感じの格好をしてるピカチュウのねイラストがあって、すっごい可愛かったから、今日ちょっとそれをね参考にしてここに書いていこうと思います。はい、こんな感じで下書きができました。ではこれをね、清書して色塗りをしていこうと思います。で、周りのこのさっき型を取った縁はちょっと内側に切ろうと思っているので、この線は残したままで大丈夫です。清書もしなくていいです。こんな感じかな。で、ちょっとでも可愛くしたいんで、この看板の縁にちょっと茶色でラインをつけていきます。結構ね、お絵かきするときにね、黒じゃなくって茶色の線とかで描いたりすると一気に可愛くなるからおすすめですよ。大まかに下書きをなぞることができたので、一旦消しゴムをかけていきます。はい、では色もつけていきます。ちょっとこのピカチュウね、ふわって描いた割には結構可愛く描けたかもしれない。で、残してた線は別にはみ出て塗っても後で切っちゃうから、そのままはみ出したままで大丈夫です。このね、キャンディーのねストライプの似合うさ、似合う度はね半端ないと思う。あんまりね、水玉とかも可愛いとは思うけど、水玉よりもねやっぱストライプだな。みんなはどう思う？ストライプ派の人コメントよろしく。で、ピカチュウがくるくるのキャンディーを持ってるので、これはピンクでね可愛くしていこうと思います。もちろんこのくるくるのキャンディーもしましま。こういうのね、考えながら描くのもね、すごい楽しい。はい、じゃあちょっと切ってみたいと思います。かわいい。ちょっとつけてみよう。え、かわいくない？かわいいよ、普通に。サイドもこんな感じで描いていこうと思います。これね、実は女の子のピカチュウなんだけど、この上にね、ちょっとピカチュウの形をしたクッキーと、モンスターボールの形をしたクッキーをちょっと描こうと思います。なんかね、この女の子のね、下書き見てて、ピカチュウのほっぺた描くの忘れてた。びっくりした。なんかないなーって思ってたのよ。クッキーはライトブラウンで描いていきます。看板と同じように、縁もつけていこうと思います。こんな感じ。あ、中にもう一本黄色のラインあるの忘れてた。オッケー。こっちにはペロッパフとペロリーンを描こうと思います。やっぱりね、スイーツっぽいじゃない、あの子たち。ペロリーンとね、ペロッパフ、絵自体もね初めて描くんだよね。かわいいな。なんとなくね、色が違うのはね今回許してほしい。色がなかったんです。まあ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 、かわいいかわいい。よし、これとこれを切ってセットしていこうと思います。ちょっとだけ髪が大きかったっぽいけど、こんな感じ。一応ね、小さめには切ったんだけど、あー、あー、大事な看板が。反対側もこんな感じでセット完了しました。はい、それではお絵かきが終わりましたので、次はお菓子を詰めていこうと思います。こんなね、カラフルなグミとか、キャンディーとか、マシュマロとか、ね、お菓子も揃えてきました。これをこのコンテナに順番に入れていこうと思います。ピンクと白のライチの味のグミを入れていきます。超いい匂いする。せっかくなんでね、この、ちっちゃいトングも使って入れようかな。いや、絶対めんどくさいな、これ。手でやった方がいいな。あ、すごい、結構いっぱい入る。ほんといっぱい入る。いっぱい入ってる方がね、可愛いと思うんだよ。こんな感じ。じゃあ次、ここの真ん中、何を入れようかな。こちら、パイナップルの味のグミを入れていこうと思います。え、めっちゃいい匂いする。
でね、ちょっと見た目もね、パイナップルっぽいの。いや、カラフルでいいね。さあ次、ここ同じシリーズのグレープの味のグミを入れます。開けたらね、全部いい匂いする。これね、ちょっと今まで入れてたやつよりも大きめだから、あんまいっぱいは入んないかもしれない。はい、入れ終わりました。じゃあ次はどうしようかな。ここかな。こちらのソーダ味のグミです。これ一目見た時にね、絶対人気やじゃんって思ったの。だからこれを買ってきました。この形がね、ソーダの瓶みたいになってんの、めっちゃ可愛い。色もさ、すごい可愛いんだけど。ニンフィアカラーしてるものは何でも愛着湧いちゃう。愛着グミに。こんなもんかな。はい、次も、はい、マンゴーとピーチヨーグルト2つの味が入ってるグミです。あー可愛い。コロコロコロって入っていく姿が可愛い。全部入った。うん、可愛い。今んとこね、色いい感じじゃない。全然かぶってない。じゃあここキャンディーを入れようと思います。こんな感じに包装されてて、ハートのね模様が入ってる可愛いキャンディーです。これは包装も可愛いんで、このまま入れようと思います。確かね、ラズベリーの味だったはず。とてもいい匂いがする。お菓子ってよりもね、女子って感じの匂いがする。じゃあ次はここ、一番下の段だ。もうここにじゃーん、マシュマロを入れようと思います。ピンクと白のハートのマシュマロになってますね。おっきいからね、絶対こうね、ギリギリになっちゃうと思ったんだけど、もう可愛さですよ。これは可愛いから仕方ない。ちょっと少ないけど、こんな感じで入れました。はい、じゃあ次、ゼリービーンズを入れようと思います。一番下の真ん中、こんな感じかな。はい、これちっちゃいからね、あんま入れすぎると出てきちゃうと思うんで、こんくらいにしておきます。最後、あのね、グミとかね、キャンディーとかね、カラフルでももちろんね可愛いんだけど、グミとキャンディーばっかじゃんってなると思ったんで、プレッツェルも買ってきました。見た目がね可愛いからいいかなと思って。進化版お菓子パレット完成しました。イエーイ。可愛くない？なんかあれだね、あんまり日本っぽくないね。海外のお菓子屋さんみたいでね。イラストもスイーツの似合いそうな子たちを集めてね、ちょっとこだわって描きました。で、看板もね、とっても可愛くデコレーションしました。自分一人でお菓子をね、こう選んでね、食べてもいいんだけど、やっぱりね、たっくんも呼んで、これ見てもらおうと思います。たっくんを呼んでいきたいと思います。そろそろ来るはずだけど、まだかな。お待たせ。はい、結構なんか、うん、絵面がやばいね、うん、お皿だけ来てご飯食べに来た人みたいになってるけど見てよそれ。お、何それ。あー、お菓子パレットのね、進化版を作ってたの今日。え、ちょっと待って、ペロッパフこれ。そう、すげーかわいい。これタックになったらわかると思うけどね、うん、スイートトリートのね、うん、女の子ピカチュウも描いた。ほんとだ、あのバレンタインの時の。そう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 。これだけで欲しいよ。欲しい、うん、え、いいんすか僕がやっちゃって。いいよ。じゃあ好きなの。いらっしゃいませ。あ、どうもグミが大好きなんですよ。どれですか。そこのグレープっぽい、この紫色の。正解、グレープ。あ、合ってた。グレープ味これ。結構ね、お皿に対してちょっとちっちゃいかな、お菓子が。お皿がでかすぎたかな。ちょっと、やっぱこれだね、このジェリービーンズ。これ？うん、これいただこうかな。やっぱ緑が好きなのし、好きなのしってなってでもこの色が濃いやつは、今日。あ、取れた。え、これなんだろう。あ、キャンディーだ。そう、キャンディー。これだけね、包装紙がついててね、可愛いキャンディーなの。こうなんか、夢可愛い色の。そう、ニンフィアっぽくない？あ、確かに。グミをいくつか。はい、一応そちらソーダ味のグミになっております。あ、ソーダなんだ。うん、こんなもんかな。あ、待って、最後にこれ欲しい。これ、うん、プレッツェル。そう、一人だけ色がね、違う。そうそう。あら、かわいい。グミばかりだと飽きちゃうかなと思って。こんな感じで綺麗に並べましたんで、うん、食べちゃっていいのかな。いいよ。いただきます。じゃあまずこのソーダ。ソーダだそれはねまずお口直しをしてから。あ、うまっ。これうまいっしょ。うん、これはね、最後に怪しい色のやつ。そう、カレーっぽいやつ。いただきます。
何味？わかんない。え？今回はね、うん、お店に売ってるカラフルなお菓子を揃えて入れたんで、うん、見た目もね可愛くなりました。いや本当にポップな感じで、うんうん、次は僕もちょっと作ってみようかな。お、いいじゃん。そうね。みんなでやっても楽しいし、自分でねこうやって入れて飾っておいても可愛くて楽しいので、ぜひ皆さんもやってみてください。さあ、こちらのお菓子パレットの進化版、可愛いなとか自分もやってみたいなと思ってくれた方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ポケルン、あ、草むらがある。あ、ロコンじゃない、あれロコンだ。ちょっとここで何匹かポケモン捕まえてみようかな。何が出るんだろう。コラッタにロコン、ポッポ、あ、アイテムがある。ホモの石ゲット、いいね。なんか使えるポケモンいたっけ。ホモの石進化させたいロコンを手持ちに入れます。トールマットだよね。そしたら強化ポケモンと、ロコンに使うと。おお、おや、ロコンの様子が。おお、美しい。おめでとう、ロコンは球根に進化した。やったぜ。9人の聖者が合体してこのポケモンに生まれ変わったと言い伝えに残っている。おお、尻尾がすごい。よし、じゃあ球根そのままちょっと手持ちに入れて戦ってみようかな。あ、プリンだ、プリンにしよう。ビッグ、いや、オッケー、よっしゃ。こういうチャーリザードのレベルが上がった。27。よっしゃ。それじゃあ先に進もうと思います。これはですよね。いいぜ、勝負だ。電気グループ、やばくない？電気タイプじゃないこれ。だよね。やばい、クラブは特防が低いから、これで10万ボルトとか来たら本当に耐えられないと思うんで、不思議花に変えたいと思います。高速移動、素早さを上げてきたか。ここは強力な花びらの舞だ。ミサイル針、おっと、避けろ、敷花、そろそろ避けるんだ。よし、避け、花びらの前に。よっしゃー、勝った。理解できない、理解できないって言って笑顔でこんな。このおじちゃんちょっと戦うか。よっしゃ、戦って運試しするか。そうだな。